はい、こんにちは。こんばんは、キャサリンです。2日休んだし、今日は元気に配信だって思ってたんですけど、ちょっと残念ながら元気に配信は無理そうです。それでは振り返っていきましょう。はい、今日のキャサポ。7回裏、京田くんの三振。もうね、これに尽きるよ。1点差に迫って、なおもワンアウト3塁から三振。バットに当てるのも得意じゃないし、で、かといってバントも得意じゃないからスクイズも出せないし、もうこういうシチュエーションでの三振？何回見たよ。もう、だったら、三ツ俣選手代打で勝負行こうよ。どっちが確率高いかっていう話じゃない？で、結果、ツーアウトになってから、3番ガーバーさんに代打？3番で代打ってどういうこと？もうだったら最初から3番で使わないでよって話じゃない？あかん、思い出すだけでイライラするわ。はい、その他を振り返っていきましょう。まずは福谷さん、6回3分の1、4失点。5回小園くんのファーストゴロ、ちょっとベースカバーに行くのが遅れて内野安打にして、でそこから勝ち越し許しちゃいましたね。もったいなかったな。まあその後自らのバットで同点タイムリーはナイスバッチ。まあ、反省するところを反省して次頑張ってください。それから今日は高卒3年目組がお互いに大活躍でしたね。まず根尾くん、3打数2安打1四球。葉月くん、4打数2安打2打点。小園くん、4打数3安打猛打賞。みんな素晴らしい。この間の対戦の時にね、葉月くん見て、あ、これは化けそうだな、注目しとこうって動画で喋ったんですけど、いや本当に見事に結果残してますし、嬉しい反面、ドラゴンズ戦ではおとなしくしといてほしいです。あとは8回9回だね。8回はフォアボール3つもらって、で、ワンアウト満塁から医療さんダブルプレーで、9回は、ヒットとフォアボールで、ノーアウト1、2塁から滝野くんバント失敗、ビシエド選手三振で、周平くんセカンドゴロ。もうね、何やってんだかね、本当に。こんな野球してたら絶対優勝なんてできんよ。はい、よかったこと。根尾くん2安打以上。続いて反省すること、数えきれないぐらいあるけど、やっぱり京田くん、滝野くん、あとベンチワーク。まずは京田くん、低めのボール球の空振りが本当に多すぎるよ。当てればなんとかなるっていう場面でも申し訳ないけど安心して見れない。それから滝野くん、あのバントが成功してたらワンアウト2、3塁で一打サヨナラっていう状況で4番5番だったんだよ。もうどれだけ大事なバントを自分が失敗したかっていうことを考えて、次絶対失敗してたまるかっていう気持ちで練習してほしいです。ベンチワークはキャサポで言った通りです。まあそんなとこですかね。まあとりあえず打順の入れ替えをしてほしいですね。個人的には根尾くんが本当にいい感じで振れるようになってきたので、まあ、2番なり3番に、置いてほしいですかね。阿部ちゃんもだいぶ状態が良くなってきてると思うので、あげてもいいんじゃないですかね。以上、
まあポジティブシンキングのファンの方にとっては、とってもイライラする内容の動画になってしまったかもしれないんですが、うん、まあでもポジティブなファンもイライラなファンもみんな思うことは同じですよね。ただただドラゴンズに勝ってほしい、うん、だからね、私もこの悔しさをバネに、明日は今日よりも大きな声で応援したいと思います。明日こそ勝ちましょう。それでは解散。竜の叫びを耳にして戦う中日夢強く僕らをじんとしびれさす。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。僕もあなたも願ってた、祈る気持ちで待っていた。それは一言優勝だ、与田監督の胴上げだ。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。